自動車関連の人間工学設計テンプレート人間工学は人間が可能な限り自然な動きや状態で使えるように物や環境を設計し実際のデザインに活かす学問である。また人々が正しく効率的に動けるように周囲の人的、物的環境を整えて事故、ミスを可能な限り少なくするための研究を含む。日本語で言う人間工学は アメリカではヒューマンファクター、ヨーロッパではエルゴノミクスと呼ばれる分野に相当する。人間工学は人間が関わるすべてのものに影響を与える工学である。人間の物理的な形状や動作などの身体的特徴、生理的な反応や変化などの生理学的側面のみならず、心理的な感情の変化などの心理学的側面に対する探求も含まれる。 また、労働中に発生した事故を検証し、それが使用した器具の単純な設計ミスなのか、それとも人間の認識や認知の問題にあるか分析することと、再発をどのようにして防ぐかという問題も人間工学の分野で研究する範囲にある。ただし、産業における安全性や事故に対する防止や保全等においては、 別に安全工学と呼ばれる分野も存在する。詳しくは安全工学を参照されたい。今日の人間工学は医療や看護、安全管理、工学デザイン、環境問題への対応など様々な分野で語られるようになった。こうした動きに支えられて人間工学の歴史への関心も芽生え、その起源が後から発見されることになった。今日、 二つの源泉があることが分かっている。一つは、アメリカ合衆国で1911年にウィンスロップ、タルボットによって造語されたヒューマンエンジニアリングの流れであり、今一つは19世紀中頃のポーランドの学者、ボイチェフ・ジャスチェバウスキーの造語になるエルゴノミックスの流れである。注意されたいのは、このどちらも今日の 人間工学の流星を前提にして後から発見されたという事実である。今日の人間工学がこれら二つの思想的源泉から直接的な影響を受けて発展したわけではない。したがって人間工学の起源なり源流という言葉を使う場合、どのような意味で使っているのかを自覚する必要があるだろう。アメリカ合衆国において初めて 人間工学という言葉が現れた時、この言葉は人間の取り扱いを科学にしなければならない、とのローム改革のメッセージとして用いられた。19世紀の後半、物を扱う術である、機械工学は驚異的な発展を遂げ、アメリカ産業を押し上げる原動力となったが、人を扱う術はそれに見合う形で発展してこなかった。 このギャップを埋めるには校舎を機械工学に匹敵する科学として確立し専門家の仕事として発展させなければならない強烈な専門職業イデオロギーに裏付けられたこのような問題意識が1910年代の初めにヒューマニエンジニアリングという言葉に結晶し1916年に人事管理の代名詞として用いられ広く知られることとなる アメリカ合衆国における人間工学の最初の使用例はウィンスロップ・タルボットによって1911年に創刊された雑誌人間工学である。1911年1月人間工学創刊号において彼は自身のローム改革構想を説明している。そもそも人間工学という言葉は機械工学に対比されるべき 新しい専門職を表現するために自分が考案したものだと述べている。そしてこの新しい職能を担う企業内の文献化された部署として人間工学部を新設すべきだと提案した。この部門は経営組織内において生産、販売、購買、会計監査、輸送、エンジニアリング、研究開発の諸部門と同等の地位に位置づけられるべきであるとしている。 1920年代に人間工学の語は工学教育や産業心理学の分野で使われていたがこれがヒューマンファクターアインジニアリングとして開花するのは第二次大戦後のことである。第二次大戦中空軍戦闘機のコックピットの設計問題が契機となり人間の能力に機械や 作業環境などを適合させるための研究が進み、戦後、機械設計やシステム設計の学として、人間工学は成熟することとなる。日本における人間工学は、基本的にはアメリカの人間工学の影響を強く受けているとはいえ、選抜が諸外国の様々な知識を融合して構成したものである。その一人、坪内和夫は、 その著、人間工学の中で、日本の人間工学の母体となった動きを6つ指摘している。実験心理学、医学及び生理学、講義の作業研究、環境工学、制御工学、インダストリアルデザインがそれである。今日の人間工学に最も大きな影響を及ぼしているのは、の系譜を織り込む形で生成したインダストリアルエンジニアリングであり、また、 歴史的な視点から見れば、は、IE の延長線上に生まれたものである。こうした事情のゆえに、今日、日本では、IE の代替語として、人間工学の語が用いられている。米国の代表的な作品サルベンディの、IE ハンドブックと日本の、人間工学ハンドブックを見比べると、取り上げられている項目も内容も、大幅に重なっている。これら二つの研究分野が、 日本で融合し、人間工学という名前が付けられた。人間工学の言葉自体は、1922年に田中勘一が書籍の題名として使用し、疲労と能率に関する実験的研究結果に関する内容を述べた。1956年に現在の意味での人間工学として、ウェズレー・イーウドソンの翻訳書が発刊された。日本人によって、 最初にまとめられた人間工学の書籍は倉田昭一が1959年に発刊したものである。1964年12月1日には日本人間工学会の発会式が早稲田大学で行われ人間工学に関する研究成果を持ち寄る場が構築された。人間機械モデル人間は 五感などの入力で機械からの情報を取り入れ判断を行い手や声などの出力によって機械に働きかけるそれを機械ではキーボードやマウスなどで受け取りメカニズムで処理したものをディスプレイなどのに出力し人間側の入力へ伝える人間機械モデルとはこの一連の流れをモデル化したものであり物理的特性 認知的特性、組織的特性によってこのモデルが特徴づけられる。このようなモデル間によって機械の表示や入力方法をどうすべきか、作業場所の配置や設計、保守性の高い設計、作業環境の設計といったヒューマンファクターのテーマが明らかとなる。人間工学では人間の各部分の長さ、質量、認知心理学的な事項、 人間の五感の働きなどを取り上げる。これらをもとに人間によってより無理のない操作ができるシステムを設計することが目標になる。人間には個人差があり、また人間一人をとっても時々刻々と状態は変動している。また加齢により衰える能力と逆に伸びる項目もある。これらを加味して、 システムの設計を行うことも人間工学の分野の一つである。コンピュータ関連ではソフトウェアに関する人間工学の研究が進んでいる。ソフトウェアの使いやすさは使用する人間に関する知見なくしては開発できないからである。ICT 分野における人間工学分野の研究は人間工学という名称よりも ヒューマンインターフェースという名称で呼ばれることが多い。この場合、ヒューマンインターフェースの研究はソフトウェアだけでなくソフトウェアを含む ICT 技術全般を対象としてなされている。ヒューマンファクターは非常に幅広い意味を持つ用語であり、人間の能率、テクノロジー、デザイン、ヒューマンマシンインターフェースなどの領域を含む人間と道具や現代社会に存在する 各種手続きの関わりに注目することを意味する。ヒューマンファクターという用語は主にアメリカ合衆国で使われる。研究分野の名称としてはヒューマンファクターズエンジニアリングやヒューマンエンジニアリングと称する。アメリカ以外ではエルゴノミックスという用語が使われることが多い。アメリカでエルゴノミックスといえばヒューマンマシンインターフェースなどにおける。 人体測定学的な意味しかなく、ヒューマンファクターは心理学的側面が強調された用語となっている。ヒューマンファクターの研究者の学問的背景は様々だが、心理学者と工学者が多い。他にもデザイナー、人類学者、計算機科学者などもいる。他の分野から参入する人が多いが、ヒューマンファクターの学位を授与する大学もいくつかある。 ヒューマンファクターの研究分野としては、仕事量、疲労、状況認識、ユーザビリティ、ユーザーインターフェース、学習可能性、注目、警戒、人間の能率、人間の信頼性、人間とコンピュータの相互作用、制御、表示設計、ストレス、データの可視化、個人差、カレー、アクセス可能性、安全性、仮想環境などの特殊な環境での作業。 人間のエラー、意思決定などがある。簡単に言えば、ヒューマンファクターとは、人々が自然に感じられるように周囲の環境を整えることに関する研究である。現在では一般化した用語であるが、第二次世界大戦で航空機の安全性を高めるために、その設計や運用を研究したことが起源であった。その研究に関与していた心理学者らが、 ヒューマンファクターという用語を作った。人間工学を研究するにあたっては、対象物の測定と、その処理が重要になる。実際には、基本となる身体、姿勢、動作の計測のほか、動作、中視点の分析、生態への負担評価のための心電図測定などを行うことが多い。また、質問手法、面接調査など、 心理学的な測定手法も取られることがある。これらの測定データをまとめる際には、統計学的手法のほか、フミや FTA などの信頼性工学で使われている、方法を使うこともある。以下、代表的なものに限定して、人間工学の応用例を述べる。前述の通り、ヒューマンファクターは、米国の航空産業から派生した考え方でもあり、 航空機事故の原因を追求すると、ヒューマンエラーが必ずと言って良いほど関わってくる。景器類の配置、デザインの改良、航空機の操作、そしてパイロットの疲労対策など、あらゆる領域でエラーリスクを軽減した結果、航空機の安全水準は現在のレベルに立っている。人間工学の考えに基づいて設計されたものの、例としては負担がかかりにくい椅子や、 使用者の高さによって、キーボードの高さを調節できるトレイがある机、長時間筆記しても疲れにくい、シャープペンシルなどが挙げられる。例えば、医療ミスの一つである輸血ミスを防ぐためには、研修を定期的に行い注意を徹底する、個人の努力任せというのが、従来の対策であった。しかし、近年では、人間工学を取り入れ、文字を大きくする。 血液型ごとに違う色のシールを貼り付けた袋を使う差し込み口の形を変え一種類の管しかさせないような構造にするなど注意力が低下している時でも間違わないような対策が取られるようになってきているパソコン関連企業の中ではアップルが特に早い時期からソフトウェア人間工学に関心を寄せユーザビリティに関する研究成果をマッキントッシュに 結実させている。従来のタイプライター由来の配列ではなく、指への負荷を考慮したエルゴノミクスキーボードが開発されている。ありがとうございます。